見た目は大人、頭脳は子供。でもあそこだけは立派な大人。積極的でございます。さあ今日なんですけど、本当はここで今あそこのね、ライブカメラに映りながらね、ライブをやる予定だったんですけど、まさかまさかの、はい、私にとって緊急事態宣言が出ちゃいまして、でまあ軽々しく言ってる場合じゃなくてですね、なんとこの間のテレビ東京の、今年最後に乾杯したい人はいませんかのオンエア生配信やったじゃないですか。あれがなんとテレビ東京から著作権侵害のなんか警告が来て、今日動画が削除されちゃったんですよ。そうで、削除されたのはまあ仕方ないとしても、じゃあここに僕7時半から来てたのね、ここにちゃんと来てて、じゃあやろうかなと思ってライブ配信のボタンポンって押したら、要は著作権違反の申告により、ライブ配信ができませんってなってたの。と思って急いでなんか詳細ってあったからタップしたら、なんかそのコミュニティガイドラインの違反か、その著作権の侵害の申告を受けると、そのペナルティが課せられて、いろいろ調べたら、なんと、ライブ配信が、なんか、で、コミュニティのさっき画像にも載せましたけど、なんか90日間できない可能性があると、いうことなんですよ。で、多分90日間多分できないんだと思う。うん。で、僕もちょっと今、正直パニクってて、どうしようみたいな感じなんですよ。で、今、ライブカメラのね、ところでもう、なんか手振ってみんなに合図しようかなとか思ったんだけど、なんかもうそんな気力もなくて、で、とにかく、この状況をいち早く知らせなきゃと思って、で、さっき投稿に書いたって感じ。そう。で、ツイッターにも上げたっていう感じなんですよ。なので、ライブ配信ができない以上、もうここでね、立つ意味がないから、だからとりあえず、今、一旦は、ね、それはもうやめて、今とりあえずこの一方通行だけど、とにかく動画を撮ってる状態、うん、なんです。でちょっと話が僕も、何喋っていいかちょっとまとまんなくて、とにかくみんなに伝えたいのは、残念ながら不本意だけど毎日ライブの記録は今日で途絶えちゃいます。はい、これは別に僕が望んだことじゃなくても YouTube 側からのペナルティなんで、もうどうしようもないですよね。うん、残念だけど。今もライブカメラのところに思いっきり手振ってんですよ。今、手振ってんだけど、多分どのくらいの人気づいてるかわかんないけど、っていう風にやろうと思ったんですけど、残念ながら、予想外のトラブルというか、予想外のちょっと僕にとってのアクシデントで、毎日ライブが予想外に途切れちゃいました、今日で。はい。緊急事態宣言が発出した日に、その日に、僕のライブ配信、毎日ライブの記録も途絶えてしまったという、まさかまさかの展開で、ただただちょっと唖然とするしかないんですけど、って感じなんだよ、正直。だってまさかね、オンエアってだってほら、1時間流してたわけじゃなくて、ほんのちょっとだけ流してただけじゃないですか。で、いきなり今日なんか家帰ったら、いや、突然かスマホにメールが来たんだ。で、動画は削除されましたっていうから、まあ別にそれはいいやと思ってたわけ。ところがどっこい、ね、ここで今、これ渋谷のさ、スクランブル交差点の入り口のとこなんだけど、あのセンター街の、ライブ配信始めようと思ったら、ライブがね、できないってなってて、で、しかもそのさっきも言ったように制限が、なんか90日間ってなってんの。だつまり3ヶ月ですよ。3ヶ月ライブがもし多分できない可能性が高い。うん。その、異議申し立てはできるんだけど、それはあくまでもその動画を削除しないでって意味の異議申し立てだから、それはほらもう、ね、異議申し立てしたところでもう、どうしようもないじゃないですか。だから、もう、こればっかりはちょっと、僕もどうしようもない感じなんですよ。うん。なので、ちょっと、ちょっと今後の対応は、どうしようかまだ全然何も考えてないんだけど、とりあえず、とりあえずね、どうしようか。動画頑張ってあげるけど、とにかくライブ配信はできない。うん。だってやりたくても、
ちょっと待ってね。やりたくてもだってできないんだもん。うん。なんで90日間だったらあそこにも車止まってんだよ。俺の SL 止まってんので、90日間だから、ここ多分映ってんだよね、ライブカメラに。ほら、ここライブカメラに、ライブカメラに映ってんの多分。で、90日間だから、うん、多分おそらく90日間、ごめんね、ちょっと ごちゃごちゃしちゃってんだけど、90日間なんで、多分 YouTube じゃなくて他のコンテンツからちょっとライブ配信はするかもしれないです。はい。じゃないと90日間をただね、解除されるの、ただ棒止まってんのもちょっとバカらしいんで、ちょっと 早急に調べて、まあニコ生にすんのか、バズビデオとかにするのかとか、17にするのかとか、ちょっと考えます。とにかく、あの、今日皆さんに、あの、伝えたいのは、ライブ配信をしようと思ってここに来たけども、こうやった看板も新しく作って持ってきたの。だけど、ね、だけども、まさかの事態で、それができない、ということなんで、ひとまずちょっと、そのご報告だけ。だから、あの、僕の意思じゃなくて、YouTube 側の意思で、あの、ライブ配信を、あの、制限されてしまったという、まさに本当に何とも言えない状況なんだけど、まあ何より一番悔しいのは僕なんで、そこは皆さんも残念だと思うんだけど、僕が何より本当に一番悔しいから、そこは皆さんにちょっと理解してほしいです。はい。なので、今後に関してはとにかく、まあコミュニティとか動画でアップしていくんで、ちょっと一方通行になっちゃうけど、はい。あ、ありがとうございます。はい、どうも。ちょっと悔しいんですけど、ちょっと待っててください。はい、別にこれで終わるわけじゃないんで、そのチャンネルがもうバンされたとかそういうことじゃなくて、予想以上に罰則が重い、ペナルティが。だって1回だって著作権のあれしただけで、ライブ配信でだよ、90日間ライブできないって重くないですか。うん、だからちょっとね、これはね、本当、まあ、僕も脇が甘かったしたらそれまでなんだけど、ちょっと相当予想外だったんで、ちょっとね、うん、本当に悔しいですけど、うん、しょうがないですね。まさかあんなんでそこまでのペナルティー来ると僕もちょっと全然思ってなかったんで、うん、ちょっと悔しいですけどしょうがないですね。ということで、ひとまず、この動画すぐ上げるんで、ノー編集でそのままアップするから、ちょっと聞きづらい部分あったかと思うんですけど、とにかく今日は予想外のアクシデントで、ライブ配信の毎日ライブの記録が途絶えちゃいましたけど、でも皆さんに、お伝えしたいのは、別にこれで僕のチャンネルが終わりとかそういうことではなくて、ちょっと毎日ライブの記録は途絶えちゃいました。で、また YouTube でのライブはちょっとしばらくできません。でも他で必ずもう一回ライブ配信をやるし、動画もね、頑張ってあげたりもするんで、それはそれで皆さんちょっと楽しみに待っててください。はい、ということで、一旦ね、この辺で今日は終わろうと思います。突然のことで本当皆さんにはご迷惑かけて、ご心配ご迷惑かけて本当申し訳なかったんですけど、で、こんなんで、はい、ただでは転ばない積極的なんで、皆さん長い目で応援してください。そして、陰ながらエール送ってください。はい、ということで、緊急事態、第2回目の緊急事態宣言が発出された1月8日金曜日の今何時、午後8時25分頃から、渋谷の、センター街の入り口で、からお伝えしました。ということで、明日も皆さんにとって、せーの、積極的。おやすみなさい。残念。マジで残念だ。悔しい。また会おう。近々会いましょう。よろしく。